皆さん、こんにちは。ドラマや映画など幅広いジャンルで活躍している神田正輝さん。活動困難で引退間近の真相に言葉を失う。今日は神田正輝さんのことについて紹介します。まずは神田正輝さんの経歴とプロフィールから紹介します。神田正輝は日本の俳優、タレント。本名は同じ、東京都港区出身。日本大学芸術学部映画学科卒業、石原プロモーション元取締役であり、1976年のデビューから2021年の石原プロ解散まで石原プロに所属、現在は芸能事務所には所属せずフリーとして活動している。女優朝日照子の長男、娘は神田沙也加、元妻は歌手シンガーソングライター女優の松田聖子。1973年、レストランで俳優石原裕次郎に声をかけられ意気投合。その1週間後、石原からの誘いで日活を見学。さらにその1週間後、石原から冷やかしでドラマ1本に出てみないかと言われ、早くでドラマに出演し、石原プロモーションに入社した。1976年、日本テレビ系列大都会戦いの日々にて新聞記者九条浩二役で正式に俳優デビュー。当時は現地の長野の方言で苦労したという。翌年の第2シリーズ大都会パーティーにも刑事役で第14話よりレギュラー出演し、松田優作らと共に激しいアクションシーンも披露する。その後、石原に頼まれ神田を引き受けた岡田博吉がプロデュースした青春ど真ん中、夕日が丘の総理大臣、俺たちは天使だで、ひ弱な美男子を演じてハマり役となった。神田正輝さんといえば、毎週土曜日の朝だ、生です、旅サラダの MC を務めていますね。現在72歳の神田正輝さんですが、元奥さんは松田聖子さんだけに、現在の奥さんや再婚相手がいるのか気になりますよね。神田正輝の奥さんや再婚相手と子供ははいる。痩せた理由についても調査についてご紹介します。神田正輝の奥さんや再婚相手はいるのについてご紹介します。現在神田正輝さんの奥さんはいません。神田正輝さんは松田聖子さんとの離婚後、沙也加さんが家庭を持つまでは絶対に再婚しないと周囲に話していたそうです。そろそろいいお年なので、老後を奥さんとゆっくり過ごしてもらいたいですよね。神田正輝の再婚相手や子供はいるについてご紹介します。神田正輝の再婚相手はいませんし、子供は神田沙也加さん以外いません。神田正輝さんの再婚相手がいたのは11年前になります。当時再婚相手と言われたのが女優の長谷川理恵さんです。お二人の交際は1年8ヶ月だけでした。その当時神田正輝さんは61歳で、長谷川理恵さんは38歳でした。神田正輝さんと長谷川理恵さんの慣れ始めは2010年の5月に朝だ、生です旅サラダで共演したことがきっかけです。長谷川理恵さんは子供が欲しかったようですが、神田正輝さんは結婚する気はなかったそうです。長谷川理恵さんは神田正輝さんとの破局後すぐに年商40億の経営者と婚約、妊娠しています。アラフォーなので、よほど結婚と出産に焦っていたのでしょうね。決して再婚相手がいなかったというわけではなく、神田正輝さんの意思で再婚しなかったと言われています。というのも、母である松田聖子さんが神田正輝さんと離婚後再婚を2回しており、それ以外にも何度も熱愛報道などがありました。松田聖子と神田正輝さんを両親に持つ神田沙也加さん、俳優の村田光さんと2017年から2019年まで結婚をされてました。現在再婚されているという噂があるのですが、旦那さんは誰なのでしょうか。お子さんも合わせて調べてみました。松田聖子さんと神田正輝さんの慣れ始めは映画カリブ愛のシンフォニーでの共演だと言われています。日本国外での撮影で体調が悪くなった時、倒れた松田聖子さんを心配し親身にお見舞いしたのがきっかけだと言われています。神田正輝の最初の再婚相手候補は長谷川理恵さん。神田正輝さんは1997年1月に松田聖子さんと離婚しました。とてもダンディーな方なので、
離婚後も当然モテモテのはずです。一部の報道で神田正輝さんが長谷川理恵さんからプロポーズをされた際、結婚できない理由として娘のさやかさんを挙げたそうです。神田正輝さんは、娘が結婚して幸せになるまでは自分は結婚できないとの趣旨の発言をしたそうです。神田正輝の娘神田沙也加に対する愛情の深さが泣ける。岡田由紀子の失恋相手は神田正輝だった。事務所社長の相沢秀吉は岡田由紀子の遺書の内容を知っていた。やはり石原裕次郎による隠蔽工作か。長谷川理恵と交際、自粛ムードお構いなしに銀座でデート、長谷川理恵と破局。長谷川理恵が破局報道を否定。神田正輝の個人事務所が6月30日をもって解散していたことが分かった。関係者の間では引退説が浮上している6日発売の女性セブンが報じている官報に、神田正輝さんの個人事務所が6月30日をもって解散したという広告が掲載されたのです。関係者の間では神田さんが芸能界を引退するのではという噂が駆け巡りました。神田は昭和の大スター石原裕次郎さんが創業し、その後は渡り哲也が継いだ芸能事務所石原プロモーション一筋で50年近くにわたって芸能生活を送ってきた。その石原プロが昨年、58年の歴史に幕を下ろした。昨年の石原プロ最後となる事務所開きで、神田は48年間仕事は空いたことがなくて本当にラッキーだった、面白くて居心地がいい会社だったなどと語っていた。神田と共に石原プロのツートップだった舘ひろしは2021年4月に新事務所タテプロを設立。また21世紀の裕次郎としてデビューした徳重聡は堀エージェンシーに移籍している。そんな中、他の事務所に移籍することなく一人挙手を明らかにしてこなかったのが神田だった。芸能人は税金対策のために所属事務所とは別に個人事務所を作る人が多いのですが、神田さんも40年近く個人事務所を持っていた。その事務所を閉じたということは芸能界を引退するということではないかと噂が広がったのです。神田が長年にわたって所属し取締役も務めた石原プロモーションは2021年4月に解散。それから約1年後の2022年6月、神田の個人事務所が解散したという広告が官報に掲載されたのだ。さらに近年、関係者には台本を覚えるのに苦労していてセリフが覚えられないからもう俳優流行らないと漏らしたこともあったという女性セブンの記者から個人事務所閉鎖の理由を問われた神田は、石原プロモーションも6月に閉めたのでそれと一緒に閉めました、僕は石原プロオンリーですからと説明。引退説についてはあっはっはと笑い飛ばし、そういうことではなく常に石原プロに準じてねと話していた。そんな中、前室のワイドショー関係者は言う、神田さんが MC を務める旅サラダは番組上層部が変わったことで番組の若返りを図っていると言います。1997年から番組リポーターを務めていたラッシャー板前が2022年3月のラッシャー板前卒業スペシャルをもって番組から降板。同年4月からはカトゥーンの中丸雄一の缶コーナー発掘日本中丸印がスタートした。さらに1993年の番組開始からサブ MC を務めていた向井明、2009年にレギュラーに加入した三船美佳が今年3月25日の放送をもって番組から卒業。4月1日からは松下奈緒がサブ MC に就任した。何十年もレギュラーが変わらなかったのは神田さんの意向があったからだといいます。神田さんはレギュラー陣そしてスタッフの生活を親身になって考えてくれているといいますね。しかし番組も生き残っていかなくてはいけない。現在の番組ファンを大切にしつつ新たな視聴者若い層を獲得していきたい。その象徴がジャニーズの中丸さんですよね。番組責任者が変わったタイミングでついに刷新に動いたといいます。そしてその大規模リニューアルのラストは番組 MC の神田さんの勇退、出演者を一気に変えてしまっては
視聴者にショックを与えることになり、視聴をやめる人も出てくるかもしれない。だからラッシャーさんから徐々に変えていったといいます。今春に向井さんと三船さんが辞め、残るは神田さんです。 MC 交代、それは早ければこの秋にもそうなる可能性はゼロではない。遅かれ早かれそうなるとささやかれていますが、そうなった際は神田さんの芸能界引退という話にもなってくるでしょうね。神田さんは事務所も畳んでいますし、いよいよそういう日が近づいてきているのでしょうね。神田が26年間にわたって MC を務める旅サラダから卒業する日がいよいよ近づいているのだろうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。